刻んでいこうぜ。ヨガマットノリにして手巻き寿司してみた。インスタライブのルエさん、ありがとうございました。前のインスタライブ結構みんな来てくれて、いや盛り上がったね、はい、ぜひインスタライブ来てください。年に一度ということで、9月23日の福島の MDC800 がいよいよ近づいてきてるわけなんですけど、来ました。今日が最後のポイントかな。400プラス200の、まあ、ほぼ全力み設定タイムなんですね。設定タイム、俺にとっては恐ろしいというか、はい、55秒切り、切んの55秒台じゃなくて55秒でもさ、自己ベストだけじゃんね。自己ベストが56秒とか、結構800の練習してきて、まあ、いよいよスピードもついてきたんで、まあ、55秒ぐらいは出るのかな、どうなのかなっていうところなので、今日も走っていこうとは思うんですけど、その後もまあちょっとしっかり休んで200全力で26秒切り。おい、行ったね。社会人ベストが25秒9とかだよね。25秒9だね。熊本の、鹿児島の、あ、鹿児島の動画の200のタイムトライアル、5秒出たらめっちゃ嬉しいな。でも、まあ、風が強いんで、400はぶっちゃけちょっと走りづらい。だから400がもし悪くてもあんま気にしないでほしくて、200でしっかりタイムを出してほしいなと思う。うん、そんな感じでちょっとアップしていきたいと思います、はい、やっていきたいと思います。いってらっしゃい。はい、ダッシュでいこうぜ。慣れないな、この練習前のこの緊張ってのは。やだよね、これ。緊張した分、終わって結果が出た時の感動がやめらんねんだよ。吹っ飛ばし何考えて走ってるのって質問結構多いじゃん。あるね、あるね。これ言っても分かってくんないよね。いやでも、タツコさんが言ってたんだけど、うん、SNS で自己肯定感って言ってて、結構その言葉いいなって思って。要するに自己満なわけじゃん、陸上って。まあ、俺たちは YouTube だけでみんなに見てもらえるっていう一番大きな目的としてはあるけども、不特定多数の皆さんは部活もあるだろうけど、基本的には優勝して100万もらえるとかっていう大会もないわけじゃん。トップのトップしかないわけじゃん。でもこうやっていっぱい努力して結果が出た時って、うわ自分頑張ったなとか、自己肯定感っていうのがとんでもないじゃんっていうのが、あのランニングってかなり強いなってパツコさんが言ってて、素敵と思って、うん、そのツイートにいいねしといた。それでやっぱりさ、自信がついて、なんか他の仕事とかもうまくできるみたいな、はい、そういう意味ではランニングってやっぱいいなってこう、うんうん、まあ、パツコさんもさ、その仕事としてもやってるわけじゃん、うん、確かに。それいただきました。これあのランニングやってる方々とか、部活で目標見失ってる人とかは、うん、他のこと頑張るためにも、うん、この部活を頑張るみたいな。なるほどね。え、もう今日俺走んなくていいかな陸上って何のためにしてますかってタイトルで、そうそう、あれだね、人を教えてる仕事だけ。いや間違いない、うん、なんか言うこと違うよね。違う違う違う、可愛いだけじゃない、エロいだけ。落ち着いて落ち着いて落ち着いて、しっかり落とせば大丈夫。もう彼もね、うん、やっぱ練習見てると2分切りとかじゃなくて1分58秒とか全然視野に入る位置まで来てると思ってて、本当あと何か一つのきっかけさえつかめばトントン拍子だと思うんだよね。だからよしきもね、ちょっと今苦しい状況ではあると思うけど、いろんな方が記録出してる中でね、言うてこいつも社会人ベストバシバシ出してますけど、あいつも負けず嫌いだから、もっと自分の中で出したいタイムとかあると思うんだけど、焦らないでゆっくりやれば絶対出るから、ほんとここ焦らないで、ただもっとお前は高く目標を立てて頑張ろう。いける、視聴者が待ってるぞ。いい顔してるじゃん。よしきさん、ちなみに短距離のアップで、うわこれ何秒ぐらいかっていう感覚、あの別に関係ないです。よしきさんいつもさ、800やる前とかさ、今の15秒ペースきつとか言うじゃん、うん、短距離は関係ないです。関係ない、大丈夫、気にしなくていい。スタートする、読んでる見ればわかる顔だから自信持ってスタートすれば全然変わる。もちろん一つの指標にはしてはいいけど、全然直結しない。大丈夫、自信持って。お前メンタリティに来るからさ、お前は。すごいね、今の流し13秒フラットぐらいで行きたくて、うん、13秒7かかってて、うん、うわってなってて、何も言ってないのに、うん、なんか言ってきたから気持ち悪いと思って。わかるわかる、全部ありがとう、うん、はい、自信持ちな。はい、陸上ね、こういう一つ一つ自信つけるのも大事ですし、一つ一つ自信を失うのも陸上なんで、自信持っていきましょう。行きます。はい、いいよ、リズミカルに。そう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 、リズムよくリズムよく、いいじゃんいいじゃん、リズムよくリズムよく、しっかりいきましょう。いいじゃん、うん、いいよ。3、4、5、6、6秒切ったな。
な。常に6秒切ったら耐えろ耐えろよしき。6 7 8 9 40 41。ラストキープ。けー55秒2。いいねナイスラン。あ、風強い走りづらかったね。まだいける、まだいけるよね。54出るね、間違いないね。倒れ込むほどのきつさはなかった。だって今も話してるもんね、めちゃくちゃ、まあ、そう終わった瞬間だから。ちょっと休んでマックスラー履きたい。マックスラー履きたいのいいの。試合で行くスパイクでもいいかなって。ここまでしちゃったら、まあ、400の感覚が弱かったんで、うん、大丈夫そう。ちょっと200から遊んでも大丈夫そう。気持ち遊ぶ感じで。ああ、オッケー、いいよ、履いてください。気が狂うほどね、やってきたんで僕気が狂うほどは思ったわ誰のセリフだ今のは。4%の世界記録士。しびれたね。気が狂うほど練習してきたんで自信はありました。言ってみて。かっこよすぎない。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで吉木さん、やばいこれ、初めて履く、初めてマックスフライトライアル。ちょっと今400走り終わって、うん、若干プルプルしてんの、うん、だからそのなんかこのこれには耐えきれないかもしれない、うん、ちょっと今のその上半身はやめて、足もう一回動かしてみて、うん、だから上半身いらねえだろって完全にお前プラシボ効果の時のよしけどさあ、ということでよしきさんしっかり休んでね、これから 200m 一本行きたいと思います。さあ、走ります。さあ、後半グッと上げよう。ラストアップ。何秒ぐらいだと思う？あ、今日はちょっと感覚今日は大事にしたかったから、うん、気持ち8割で、うん、リラックスして走ったんで、うん、ちょっと26、うん、出てないかなって思うんですよ。マジで27切ったかぐらいの感覚で走りました。すごいタイム、はいはい、24秒8。はい最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK です。ついでしょ？マジ？え？マジ？20秒86。もうのスタートしてる時点が間違ってなければ間違いない。あ、絶対間違ってない。絶対間違ってない。ベストです。ベスト1秒更新したよ。僕は、はい、お前が練習頑張ったからタイム出ると思うよ。それだって気が狂うほどやる。気が狂うほどやる。本当に？それは嘘だよね。